皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。三谷さんが、はい、あの生涯の映画これが一番って選ぶとしたら、まあすごく難しいよね。難しいですよね。もう逃げようと思って自分の作品とか選ぶんじゃなくて、うん、観客としてどれがいいですかっていう、あのいつも答えるのは、うん、そのビリー・ワイルダーの作品の中で、うん、好きなのが2つあって、うん、アパートの鍵貸しますと、お厚いのがお好きですっていう話をするんですよ。で、あのだけど鼻の差でお厚いのがお好きの方が好きだということは言いますね。ああそうか。アパートの鍵貸しますはラストちょっと感動してキュンとなっちゃうんですよ。でもお厚いのがお好きはもう最後の本当に最後のラストのセリフまで笑えるから、うん、そういう意味でコメディーとして考えると、うん、お厚いのがお好きの方が好きだ。よっぽど答えてるんですね。ちょっとだけ好き。縦板に水でしょ。本当だよね。でも だいたいでもこの質問すごく多いのに、うん、いつも私が躊躇してる、なんていうの、本当に好きであろうかって迷ってる方が本当は間違ってるというか、まあ正直よね。というかね、質問が良くないと思うんですよ。お、いいよ、言ってくれ言ってくれ。そうそうそう。だから一番ね、いいあの質問の仕方は、うん、あの好きな映画じゃなくて、今まで一番たくさん見た映画は、繰り返し見た映画は何ですかって言ったら一本しかないでしょ、きっと。模様ドラゴンになっちゃうんだよ。いいじゃないですか。そこを聞きたいんです。中学の時ってほらちょっとさ、中二病っていうのがあるじゃないですか。模様ドラゴン映画館に見に何回も見たんだけど、でも偉いもんで、田舎だからね、ゴッドファーザーとくっついてくるわけ。で何回も見るうちに、ゴッドファーザー見てたら、ゴッドファーザーすごくいいなって思ってきて、ゴッドファーザーが大好きになっちゃった。その話が聞きたかったんです。そうですか。さすが聞き手として一流ですね。で、それを聞かれたら僕は大脱走って答えるんですけど。そんなに見たのあれ。大脱走はもう本当にダントツで見てますね。なんでだろう。まあ脱獄ものってでもね、名作多いよね本当に、うん、で集団ものが好きですから、あのみんなで何かやるっていうのが好きなんで、意外いつもね、個人的にはみんなで何かの嫌いじゃん。すごく個人的な人間ですけど、ね、あの見るものとか作るものはもうみんなで何かをやるっていうのが好きなんですね。だから大脱走はもう永遠のテーマというか。なんで自分を直そうとしないの、そっちにさ。直そうとしないっていうか別にいいじゃん、あの何かいけない自分のあの個性だと思ってないですから。ああそれはそれでいいと思ってるけど、うん、集団は好きだよってことなんだね。だから集団をこう自分で命令はしたいけど、僕は嫌だよっていうことなの。そう、面白い。あの筒井康隆さんが、ああ筒井さんじゃないかな、忘れちゃった、あの新宿かどっかにその一匹狼が集まる飲み屋さんがあるっていう。面白い。筒井さんじゃないきっと。そこには行ってみたいんですけど、一匹狼しか集まってこないの。いいですよね。いいよね。何してんだろう。一人で暮らせよと思うんだけど、やっぱ見てないと。仲間は欲しいんですよ。そうか、その気持ちを。トトは組みたいけど、あのグループに入りたくないっていう、その微妙な男心というか。なるほどね、うん、だからそれが僕です。ゴルゴ13みたいな人は本当にいっぱいいるんだね。じゃあそうそう、カウンターとかでもみんないっぱいいるんだけど、うん、一緒に歌わないだけで一緒に歌ったらみんなそれは誰でも当たるさって話だね。殺し屋はちょっとね、違うんです。まあでも集団の殺し屋もいるのかな。まあ小説の世界、映画の世界で集団の殺し屋ってやっぱあんまりなんていうんですか。まあでも確率が高いっていうか、あの一匹狼がねターゲットになって撃つよりは5人で撃った方が。だから作品にならないんですよ。どう考えたって。俺当たったの俺じゃないもんって逃げられるし。気が楽に。そうですね。うん、それがストーリーとしてイマイチになっちゃうからね。だからあの大脱走ですね、それ。そういう意味では。じゃあ2番目は。ちょっと待って、せーので言いましょう。あれって私はね、あの分かった、まあ、いいですよ。せーの、アマデウス。アマデウス、うん、アマデウスすごく面白くない。ああいいですね。ちょっと清水さんのことが好きになりました。アマデウス好きなの。アマデウスはいい作品ですよ。同じアマデウスかな。サリエリ出てくるでしょ。出てくる。あれ面白いのはさ、うん、普通なんて言うんでしょう、サリエリが、うん、モーツァルトの天才ぶりにものすごく嫉妬してるわけじゃん、うん、ずっと知ってる、してるって話じゃん、うんうん、それなのに、うん、サルエリがある日サリエリが頭に来て、あいつなんかさーって、まあ、私みたいにさ、うん、こうモノマネしてパロディにするっていうなら話は分かんないけど、モーツァルトがサリエリのことを、あいつのやりそうな音楽っつってバカにするシーン知らない、街の中で、はい、ですっごい街の人が笑ってそれを見てるサリエリっていうのがすごい、こんなブラックジョークあるだろうかと思った。悲しいですよね。悲しいさ、モーツァルトってある意味なんていうの、非常なとこあるよね。
そうですね、もう天才だけにちょっとね、天才で明るいから隠れ慣れてるけど、うん、お前それじゃあんまりじゃないっていう時あるよね。僕はあの初めて見たのが舞台だったんですけど、うん、松本幸四郎さんがサリエリをやってらっしゃってて、モーツァルト誰、最初はね今考えるとちょっとありえないかもしれないですけど、はい、あの江守徹さんだったんですよ。いやいやいや大丈夫ですか、ね、うんうん、でやっぱ名優2人じゃないですか、うん、で僕学生の頃見て、でも逆みたいだね、でもね、あのね江守さんはサリエリをやりたかったんですよ、ね、いろんなこういう事情があってモーツァルトになって、はい、でもう僕はサリエリなんですよ、もう僕の好きなの、うん、サリエリが幸四郎さんが最後、映画とはちょっと違うんですけど、うん、観客に向かってその、うん、世の中の凡庸なる人々よ、私はあなたの味方だっていうのがもう僕に言ってくれてるみたいな気がして、もうなんかこう、へえ、で再演されるたびに見に行ってて、うん、で染五郎さんが息子さんがモーツァルトをやるようになったんですよね。ですごいのは映画になった時に、映画も感動したんですけど、クライマックスシーンでちょっと待ってください、映画になった時って日本人がまさかやってないよね映画は違います、映画はあのF・マーリー・エイブラハムとトム・ハルス、私が多分見たやつ、多分 それしかないと思います、うんうんうん、でしかもあの2人って、うん、あの変な言い方ですけど、あの作品がベストワンじゃないですか、あれ以外って、まあ、いっぱいやってるけど、あれがピークな感じがまたいいんですよね、あの映画のために生まれてきたみたいな二人だから。そうか、本当になんか光と影みたいな顔もさ、うん、ぴったりだったもん ね。そうなんですよ、あの女好きでさ、ヒヒヒヒって笑ってるような感じとか上手だったもんね、あの人。あの後あんまりねいい作品恵まれてないですね。そういえばそうだね、聞かないね。それでそのクライマックスシーンで、うん、あのモーツァルトがあのもう病気で死にそうな時に、うん、サリエリが後半ね、うん、こう書き写すじゃないですか、うんうん、モーツァルトがシャフっていうか、パン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 とかってこう、うん、歌うやつを歌ってのガーッて書く、かしこまりましたっつって、あそこすごい、うん、いいでしょ。そうですね、あのシーンは舞台にはなかったんですよ。へえ。だから舞台をやって、あのピーター・シェファーっていう作家が映画にするときに思いついて、多分新たに付け加えたシーンなんですよ。そうか、じゃあ、現実っていうかね、うん、あの歴史には出てこないんだ。そんな多分もう捏造も捏造なんだ。捏造っていう言葉、あ、違う違う、創作だ多分だってサリエリがモーツァルトの死に関係してるってことすら創作かもしれないし、そうだ、ね、そうだ、あったかどうかも分かんないんだもん、本当はね、あってはいると思いますけど、多分あんなに嫉妬深かったかどうかはちょっと分かんないひどい話だね、じゃあ末裔なんか聞いてて。でも、まあ、あの作品のおかげで僕ら知ってるわけだから、あれがなかったらサリエリのこと知らないですもんね。うん、まあこんな形は僕あんまり好きじゃないけどねって思ってるかもしれないけどねOh, well. Hey, some great movies there. Billy Wilder's Some Like It Hot's no surprise. But Michan's choice of Bruce...